金谷火薬庫の土塁金谷火薬庫とは、現在の大阪府枚方市金谷本町にあった日本陸軍の火薬庫の通称である。大村益次郎が構想1896年10月に完成し、綿火薬庫、弾薬庫等の建物が20数棟建てられた。1933年には43ヘクタールの規模となる。1938年、金谷火薬庫に隣接して、陸軍造兵廠大阪工廠枚方製造所が開設、砲弾、火薬製造の一大拠点となる。2度の爆発事故により、1940年には新しく開設した大阪陸軍兵器補給廠、放送の主所へ一部の施設が移転された。1956年跡地には中宮の団地が造成された。現在は記念碑として火薬庫を囲んでいた。延焼防止用の土塁が残されている。軍用鉄道跡は、枚方市の愛称道路、中宮の平和ロードと名付けられ、軍用電柱や陸軍用地の石柱が保存されている。枚方市立中央図書館1階平和資料室に、金谷火薬庫の詳しい展示がある。1909年8月20日午前2時過ぎ、ダイナマイトの自然発火による爆発事故が発生した。被害は、家屋の破壊と軽傷者で済んだ。布団をかぶって爆発の様子を見ている住民たち1939年3月1日14時45分、金谷火薬庫の第15号倉庫で砲弾解体中に不意に発火し、点薬弾に引火し、大爆発が起こった。その爆発音は京阪一帯に響き渡り、19時までに計29回の爆発を起こし、爆発による火災は3月3日の正午まで続いた。弾丸の破片は半径2キロにわたって飛散し、金谷、中宮野など近隣の集落に延焼した。これにより殿山第一小学校は焼失、また爆発の起こった3月1日は1989年に枚方平和の日に制定された。京阪電気鉄道京阪本線も降り注いだ。砲弾破片などで送電線、電車線、電気供給施設が破損して運転不能となる。3月4日午後8時に運転再開するも、高善寺駅から牧野駅までの駅の再開は同月6日までずれ込んだ。2004年、枚方市金谷本町で発掘調査が実施された。金谷火薬庫の南西部にあたり、1号から4号か、工場、1号から2号乾燥火薬庫、火薬試験場、材料庫、1号未点薬弾丸庫、貯水池、土塁関連施設、軽便軌道、第29号から30号倉庫などが発見された。ありがとうございます。